皆さん、こんにちは。文字アーティストの平井翔吾です。よろしくお願いします。本日のテーマ、年賀状です。今回は年賀状の悩みにフォーカスしてお話を進めていきます。一番の、悩みの中の一つとしては、宛名書きがあります。宛名書きで大きな、二つの、悩みがあります。まず、宛名をまっすぐ書けないことと、バランスよく書けないことの2点です。それを解決するためのツールが実はあるので、皆さんにご紹介したいと思います。それではお呼びいたしましょう。すっとかけるくん、はい。俺を呼んだか。呼びました。はい。呼びました。あなたです。これです。ではあなたちょっと、外れていただきます。こちら上にちょっと顔を出しておいてください。これ使い方、至ってシンプルなんですけど、ここ載せてください。はがきの上に載せるだけです。簡単です。載せるのは簡単なんですけど、あとは書くってことなんですよね。で、書いたらどうなるかということなんですけど、こうなりますと。はい。宛名書く時のポイントがいろいろあるんですけど、それは次回の動画でお話しさせていただきます。こんな感じになりますよということで、これ普通に売ってます。どこに売ってるかというのも次回の動画でお話しますのでお楽しみください。では今日はそのツールのご紹介だけになりますけど、はがきの第1弾動画、お送りしました。ありがとうございました。以上です。